話し中みたいだな。待てよ、あれロサリアじゃないか。隣にいるのは冒険者か。会ったことないやつみたいだけど。わかったわ、バレリナ。ビクトリアに言われた通り、引き続き手を貸してあげるから。猫の様子をチェックしたり、お風呂に入れたりするぐらい。なんてことないわ。でも肝心な問題はまだ解決してませんよ、ロサリアさん。私たちがずっと二人とも猫ちゃんと仲良くなれずにいたら、いつまで経っても猫ちゃんはみんな緊張しっぱなしです。そのせいで猫ちゃんが病気にでもなったら、猫のこの城は開業早々潰れちゃいますよ。焦ったってしょうがないじゃない。仲良くなれないのは客観的事実であって、私にどうこうできる問題じゃないわ。よう、ラサリア。それからそっちは初めまして。何か悩み事でもあるのか。猫猫救世主様、こんなに早く現れてくださるとは。うわ、いきなり救世主様だなんてびっくりしたぞ。かいつまんでお話しますね。私はバレリナと申します。動物が大好きで、野良猫の専門的な保護施設、名付けて猫もこの城を築こうと今全力で取り組んでいるところなんです。行き場のない子たちを保護すれば、みんなを不幸な運命から救い出せますし、モンドのイメージアップや生態環境の改善にも寄与できて、まさに一石二鳥です。そこで教会のシスターたちに相談したところ、私をサポートするために優しいロサリアさんを派遣してくださいました。別に優しいからじゃなくて、ビクトリアに頼まれたからよ。医学をかじったことがある暇なシスターは私しかいなかったってだけ。なかなかやり手の冒険者だな。理路整然としててまとめ方がうまかったぞ。それでお前たちが悩んでるのはモラが足りないからか、それとも他に何か足りないものでもあるのか。モラなら十分あります。それに敷地や関連する物資、規定にのっとった手続きにも全く問題はありません。なのですが、その私、猫ちゃんたちに猫パンチされちゃうんです。どんな姿勢で近づいても威嚇されちゃって、食べ物を持って試してもダメでした。私も猫たちに怖がられてるみたい。私が近づくと逃げちゃうのよね。生まれつき猫に避けられちゃう体質の人がいるっていうのは聞いたことあるぞ。でも猫の保護活動をしようとしてるのに猫と仲良くなれなかったら、保護施設の運営どころかキャッツテールに来るのでさえハードルが高いんじゃないのか。ええ、それでその方面の専門家に相談しに来たんですが、マーガレットさんもこれといったコツは思いつかないそうで。だからといってお店の人手をこちらに割いていただけるほどの余力もないみたいです。でもこうも言ってくださいました。困った時は栄養騎士と白い助手さんに頼めばなんとかしてくれるわよって。まさかそんなところへちょうど来てくださるなんて思ってもみませんでした。お二人はまるでバルバトス様が派遣してくださった使者、救世主です。バルバトスに猫の世話についての知識があるかどうかはさておき、オイラたちも保護施設の運営経験なんてないぞ。急に救世主だなんて言われても。確かにそうだな、猫と仲良くするってことならオイラ自信があるぜ。そう考えるとお前らの悩みも別に難しくなさそうだな。バレリナとロサリアにどうやれば猫と仲良くできるのか見せてやればいいんだろ。安心して任せろ。私は別にいいから、バレリナにたっぷり教えてあげて。
治療が必要な子がいたらまた呼んでちょうだい。とにかく君たちが保護施設を問題なく運営してくれるのなら私が手を貸すまでもないわけで、そんなに暇そうな仕事なら引き続き関わってもいいわ。教会の行事よりはよっぽど楽みたいだし。おい、教会の仕事をサボりたいだけじゃないか。では早速ネコモコの城までご案内しますね。城って名前なのに何の変哲もない普通の家だな。これでも町にある空き家の中では一番大きな物件なんですよ。家賃もさほど高くないし、キャッツテール風の内装一式の費用と半年分の家賃を合わせてたったの数百万もらで済みました。計画では健康状態のいい猫ちゃんについては引き取り許可書を発行する予定なんです。もし責任を持って世話をすると約束できる方が現れれば、相性の合う子を連れて帰ってもらうという流れにしようと思っていて、なので今の敷地でも十分賄えると思います。今後事業が拡大すれば野良犬や他の困っている野生動物たちだって保護できるかもしれません。そうなったら施設名をモコモコの城にしたいと思ってるんです。君の計画がうまくいって、猫と相性の合う引き取り人が現れることが前提だけどね。お、あ、見ろ、あそこの猫オイラたちを待ってるみたいだぞ。はあ、あの白猫はすごい人見知りなんです。お風呂に入れる時も脱走しちゃって、やっとのことで連れ帰ってきました。真っ白でふわふわで雪で作ったお餅みたいだよな。そうだ、雪大福って名付けてやろうぜ。ひひ、お前がつけた名前も悪くないけど、やっぱり雪大福って名前が気に入ったみたいだぜ。よう雪大福、よしよし、いい子だな。雪大福、一緒に遊ぶか。ほら、こっちだぞ。まだ出会って1分も経ってないのに、もう猫ちゃんが懐いてるなんて。ロサリアさん、白い助手さんってもしかして魔法使いさんなんですか。猫猫白魔法使いさんとお呼びしてもいいですか。広い猫でも可愛い名前をつけてやって、優しく声をかけてやればそのうち懐いてくれるぞ。ただし、まずは自分の雰囲気には気をつけないとダメだぞ。例えばバレリナがおどおどしながら近づいたら猫だって不安になっちゃうだろ。それにロサリア、お前はもっと表情を。拾われた子にも優しく呼びかければ運命はさまよえる命に温かい眼差しを向けてくれる。モンドのこういう雰囲気は確かに悪くないわね。雪大福がロサリアさんに寄ってきました。もうロサリアさんを怖がってないみたいですよ。今ロサリアのやつ笑ったよな。別にどうでもいいわ。それより部屋がちょっと蒸し暑くなってきたから風に当たってくるわ。何かあったら呼んでちょうだい。あれ、喜ぶと思ったんだけどな。栄誉騎士さん、猫猫白魔法使いさん、猫と仲良くするコツをもっと教えてもらえませんか。これからもっと多くの野良猫を猫もこの城に迎える予定ですが、みんながみんな雪大福みたいにおとなしいとは限りませんよね。
どうやったら仲良くできるか見当もつかなくて。うん、任せろ。しっかり見てろよ。次はより上級の技を教えてやるぜ。猫の機嫌を取る魔法だ。焦らずに少しずつ猫と触れ合って知り合っていけば、お前も絶対猫と仲良くなれるぜ。よくわかりました。今は猫もこの城の事前準備期間ですから、しっかり観察して勉強させていただきます。Thank you.
Thank you.
Thank you.
ロサリアさん、この子すごく怒ってるみたいです。あ、私怖いです。君は下がってなさい。顔を引っかかれて真っ赤な血しぶきを咲かせたくはないでしょ。どうしたんだバレリナ、猫にいじめられてるのか。栄誉騎士さん、猫猫白魔法使いさん、雪大福をお散歩させてたらこのでっかい猫ちゃんに目をつけられて一緒に入ってきちゃったんです。落ち着いて、ここじゃ誰も君を傷つけたりしないわ。凶悪なものも、君に悪いことを強いる奴らも、みんな塀の外よ。ここでなら君は優しい人たちに囲まれていられるわよ。鬱陶しく感じることもあるかもしれないけど、みんな君のことを思うからこそうるさくするの。だから肩の力を抜いてゆったり過ごしてみるのも悪くないと思うわ。もしかして本当に伝わった？うまくいったみたい。頭のいい猫ね。こいつ他の猫と比べると本当にでっかいな。バブルオレンジのジュースみたいな色だぜ。お、スカーフをしてるぞ。騎士団のマークがついてる。そうだ、こいつのことはオレンジ騎士って呼ぼうぜ。警戒を解いてくれたみたい。君の方法は効果抜群ね。でもオレンジ騎士が落ち着きを取り戻したのはロサリアに声をかけられた直後だぞ。つまり今回はロサリアのお手柄だ。別にどうでもいいけど、ま、こんなに可愛い面倒事なら多くても困らないわ。オレンジ騎士がなんで怒ってたのかわからないけど、魔法の力でもっとこいつの機嫌を良くしてやろうぜ。
だいぶいい子になったな。これからも心優しいいい子でいろよ。みんなと幸せに暮らすんだぞ。私もこの子の頭と耳を触ってみたいです。暴れていないときは本当にいい子なんだけど、目の上にある傷は一体どうしたのかしら。復元ポーションの残留痕跡からしてオレンジ騎士はおそらくここにいるはずだ。ん？旅人とパイモン、それにシスターロサリア、そちらの方は冒険者かい？どうやらみんなすでにオレンジ騎士と友達になったみたいだね。おお、アルベドじゃないか。久しぶりだな。会えて嬉しいぜ。あ、そのお前の探してる場所ってここで間違いないのか？調査招待の隊長さんが動物保護施設を訪ねてくるだなんて、一体どんな御用かしら。隊長？騎士団の隊長さんなんですか？何の前触れもなしにそんなに偉い方がいらっしゃるなんて。おもてなしの用意が何も。いえ、そうじゃなくて、猫もこの城は運営許可も下りたちゃんとした施設なんです。緊張する必要はないよ。僕はただ部下の仕事に手を貸しているだけだ。今回訪ねてきたのはその猫のためだよ。先日臨時猫隊員症例ナンバー3オレンジ騎士が世話係の武器官を気絶させ城門まで逃げたところで行方がわからなくなっていたんだ。騎士団の紋章を身につけた調査小隊所属の大きな猫が城内で騒ぎを起こしたと知られればあまりいい影響にはならないだろう。だから早めに事態を収めた方がいいと思ってね。オレンジ騎士が調査小隊の騎士を気絶させたのかよ。さっきこいつの名前の前に長ったらしい称号みたいなのをつけてたけど、何か事情でもあるのか？実は2ヶ月前にもオレンジ騎士は野外で迷子になってしまったんだ。その時トリックフラワーの蜜を食べてしまったらしくて、体が3倍のサイズに膨れ上がってしまってね。ただ詳しい原因は現時点ではまだ分かっていない。3倍？普通のサイズの猫だって怒り出したら結構怖いのに。3倍のサイズっていうとヒルジャールにだって襲いかかれそうだぞ。そう、道理であんなに緊張してたわけだわ。猫にとって、いや全ての野生生物にとって体が大きいことにさほどメリットはないのよ。むしろ目立ちやすくなる上動きも鈍くなりがちで、敵にすぐ見つかってしまうという危険に常にさらされ、捕獲者に攻撃される頻度も上がることになる。つまり極度の恐怖の中で生きることになるのよ。その通りだよ。調査小隊の拠点近くでオレンジ騎士を見つけた時、体は傷だらけでかなり怯えていた。相当辛い目に遭ってきたんだろうね。そんな、かわいそうに。私この子に攻撃されたってもう悲しいなんて思いません。だって私がもしこの子の立場だったら、きっと見知らぬ人や動物を警戒してたはずですから。いや、すでに問題は解決したから心配しないでくれ。前に錬金薬の影響を消すことのできる復元ポーションを開発したんだけど、そのポーションでオレンジ騎士を元の姿にかなり近づけることができた。普通の猫と比べればまだ大きいけど、少なくとも生活に支障はなくなったし、騎士たちも交代で世話ができるようになった。オレンジ騎士というのはクレイがこの子の色にちなんでつけてあげた名前だよ。みんなもぴったりの名前だと思ってスカーフまで作ってあげたんだ。示し合わせ
わせたわけでもないのに同じ名前を思いつくなんて、オイラたち息ぴったりだな。でも後遺症かな。オレンジ騎士は人に会うたびひどく緊張して警戒態勢に入るものだから、武器官や信号官たちは毎回大変な目に遭わされていたよ。クレイもしょっちゅう拠点に来られるわけじゃないしね。そんなこの子が二人にこんなに懐くなんてね。招待のみんなもこの様子を見たらきっと驚くと思うよ。それはもう偉大なる救世主、栄誉騎士さんと猫猫城魔法使いさんの手にかかれば、どれだけ凶暴だった猫も二人としばらく一緒に遊べばすぐにおとなしくなって可愛い一面を見せてくれるんですよ。そうか、なら旅人とパイモン、オレンジ騎士を引き取る気はないかい？え、いいのか？あ、でもオレンジ騎士はお前の正体の猫隊員なんじゃないのか？実は臨時猫隊員という肩書きもその場しのぎでつけたものでね、もともと順調に回復したら責任を持って引き取ってくれる人を探すつもりだったんだ。調査正体は騎士団の作戦部隊の一つだから、この子にとって理想的な居場所とは言えないと思う。顔なじみの騎士が出動するたびに拠点に残されたオレンジ騎士は不安になってしまうだろうし、かといってタイと一緒に行動させれば再びこの子を恐怖にさらしてしまう。賢明な判断だと思うわ。一度恐怖に襲われた子はできるだけ刺激から遠ざけてあげた方がいいでしょうね。完全に心が癒えるまで少しずつトラウマを取り除いてあげないといけないわ。じゃあ人活簿にあったかい猫ハウスを作って住んでもらうのはどうだ？あそこなら魔物にいじめられる心配もないし、安心して幸せに暮らせるぜ。本当にありがとな、アルベド。気にしないでくれ。暇があればオレンジ騎士を連れて拠点に寄ってくれると嬉しい。この子の元気な姿を調査招待のみんなにも見せてあげてほしいんだ。なんて感動的な場面。最高の猫ちゃん引き取りシーンを見届けることができて本当に良かったです。猫もこの城で保護された動物が新しい家族を見つけた最初の事例ですよ。ちょっと私の頭巾で涙を拭わないでよ。ところでシスターロサリアが動物と交流するのが好きだったとは少し意外だね。確かにな。でもなんとなくだけどロサリアには猫に親しまれる何かがあるような気がするぞ。本人でさえそれに気づいてないから表に出てないだけでさ、雪大福もロサリアに懐いてたし、その後オレンジ騎士がやってきたばかりの時もロサリアが落ち着かせてやったんだからな。私はただそばで見ていただけよ。私ひらめいちゃいました。ロサリアさん、この数日間栄誉騎士さんと猫猫城魔法使いさんから猫ちゃんと仲良くなるテクニックをいろいろ教えていただきましたが、施設の事前準備期間をもうしばらく延長してオープン前にひとまず学んだことを実践してみます。見習い猫猫魔法使い目指して頑張ります。なので猫もこの城が正式にオープンしたらどうか運営を助けていただけませんか？モンド全土の野良猫を一緒に助けてあげましょう。ロサリア、引き続きバレリナに手を貸してやるだろう。猫を助ける魔法使いとシスターのコンビ、なかなか良さそうじゃないか。まあいいわ、特に面倒なこともなくて結構暇な仕事だし、引き続き傍観するのも悪くなさそうね。僕は動物の保護事業に関してはあまり詳しくないけど、どうやら
重要な節目を迎えたみたいだね。おめでとう。困っている野良猫を見かけたらここに連れてくるよう他の騎士たちにも伝えておくよ。本当に本当にありがとうございます。皆さんにはご用意できる限りの報酬をお渡ししますので。おかげさまで猫もこの城の事前準備もなんとかうまくいきそうです。正式にオープンするときはぜひ皆さんにテープカットをお願いしますね。モラもたっぷりもらえたし、オレンジ騎士も引き取れたし、オイラすっごくいい気分だぜ。猫もこの城がオープンする日が今から楽しみだな。